ラサへ向かう、正式開業前の貨物列車2005年10月、ラサ駅製造鉄道は、中華人民共和国西部の青海省青年と、チベット自治区主婦ラサを結ぶ、高原鉄道。総延長 1956km で、製造鉄路講師により運営されている。製造船とも呼ばれる。日本のメディアでは、大見チベット鉄道と呼ばれることも多い。 青海の青とチベットの蔵から製造鉄道と命名された。西部大開発の代表的なプロジェクトとして、1984年までに1機工事が行われ、2001年からの2機工事を経て2006年7月1日に全通した。建設費は4500億円と伝えられている。外国人と台湾人がラサまで乗車する場合は、 チベット入域許可書が必要であり、旅行代理店の主催するツアーに参加する必要がある。なお、時期によっては、形式上ツアーに参加し、実際には、個人旅行として乗車することも可能であるが、シーズンによっては、乗車券のほとんどは団体向けに確保されているため、この方法での乗車券の入手はかなり困難である。百五十七年に、毛沢東が、 製造鉄道の建設を唱える。青海省の省と青年からラサまでの1 9 5 6トルのうち第一期工事として、大海省と青年都同省会、西モンゴル族チベット族自治州のゴルム道を結ぶ8 1 4トルが1979年9月に単線として完成し、後複線として1984年にまでに完成する。この区間は、 海抜0千メートルから三千メートルほどである。ゴルムドミノミヤマグチカンタカシオサメアカダイショー南川玉樹ミネモチコンフトウイズミスワエメジカワゴミチ、両州水カ甲勝ムネビアカネジャクタタカワツーテンガ岩石ツボヌノ、ツヨシカクタングラヌキカゾウ、ヌノタクキョアムドサクナコテイワレメオカシューナクチュヤスシジョコロカラスメツツミダムシュンタチケイカ。 羊、発生場ゴーラサミシラサニキ区間路線図普通駅、展望台設置駅灰色で示した駅は、無人駅駅名にカーソルを合わせると標高を表示、各列車は、コンロン山脈、チベット高原を日中に通過できるように、運行時間を設定されている。列車は、ゴルムド駅で、高知用の中国国鉄 NJ2 型ディーゼル機関車に、交換し、 世界最高所駅である、タングラ駅を通過する。実質的には、鉄道利用よりも、航空運賃の方が安いこともある。しかし、車窓風景や、食堂車での食事など、鉄道ならではの旅行が楽しめる。列車の運転速度は、海抜5000メートルまでの区間では最高時速160キロメートル。それ以上の区間では、時速八十キロメートルとなっている。 また、医師と看護師が同乗して、高山病患者に対応している。このほか貨物列車が運行され、中国各地からラサへの貨物の7割は、製造鉄道によって輸送されている。ラサまでの物流コストが削減された。製造鉄道のチベット区間には、丹羅山脈を超える、最高地点が、海抜5072メートルの東高羅峠が、所在している。 その近くの東港羅駅が海抜5068メートルで世界一高い場所にある鉄道駅となる。平均海抜は約4500メートル、また海抜4000メートル以上の部分が960キロメートルもあり、このような高所に鉄道が建設されるのは世界でも例がない。まさに世界の屋根を走る鉄道と言える。 ちなみに並行する製造航路の東高羅峠は、海抜5231メートルである。各地下キラサ間には550キロメートルにも及ぶ、東土地帯が広がっており、それに適した広報の研究は、ロシアやカナダでの洗礼も参考にしながら、40年以上にも及んでいる。実際の工事では、低い気圧と酸欠による、高山病に加え、昼夜の気温差。 陶器の強風や玄関が工事関係者を苦しめた。季節ごとに登場と誘拐を繰り返す地域では、地中深くまで基礎食いを打ち込み、効果として地表から浮かせる工法を取ったほか、線路が直接地表に付設される永久登録間では、地中温度の上昇を防ぐため、冷媒としてアンモニアを封入した金属製の放熱食いが軌道に沿って多数立て食されている。 現時点での対策は万全であるものの、将来の地球温暖化により、永久凍土の誘拐が進行した場合、さらなる手当が必要になる可能性がある。また、気候問題とは別に、放熱具や無人施設における列車運行を司る太陽電池パネルの盗難を危惧する声もある。沿線となる、フフシル山地のホフシル自然保護区では、 当地特有のチベットカモシカをはじめ、多くの鉱山植物など、希少かつ脆弱な生態系を維持するため、中国政府は、当初の予算の12億元を上回る20億元を、投じている。具体的には、保護動物の生息地を避ける経路をとする、25箇所の動物用通路を設ける、当地の石材には手をつけず50キロメートルほど離れた。 植生のない土地に採石場を作る、土をなるべく掘らない、残土を積み上げたままにしない、工事で生じた、地下水を河川に流す場合は沈殿処理を行う、などとなっている。同政府の交通関係の建設工事で、生態系の保護に配慮した工事は、初めての例となった。NJ2 型ディーゼル機関車全線非電化のため、ディーゼル機関車が全列車の牽引に当たる。 開業用にアメリカより輸入されたゼネラルエレクトリック製の新 ANJ2 型が同線を代表する顔となっている。NJ2 型は高地対策が施された遠く間の専用機で、車体色は白地に灰色と小緑の帯が入ったものと、客車同様の能力値に黄色帯の2種類がある。76両が投入予定となっている。 東風8バイト型ディーゼル機関車2007年現在、NJ2 型は、所要量数を輸入しきれておらず、機関車の絶対数不足を補うため、中国の国産機、東風8バイト型9000番台ディーゼル機関車も、配属されている。これも、東風8バイト型に、燃料噴射ポンプの高値補正制御などの対策や、NJ2 型との総括制御機能を追加したもので、 この区間の専用機である。NJ2 との根血のほか、統計式のみでの運用もある。空気の希薄な地域を走行するため、航空機メーカーでもあるボンバルディアの技術を導入した 25TK 客車が投入されている。高所走行中は、外気から酸素を抽出して生成される、酸素濃度の高い空気を車内に供給し、 車内の酸素濃度を平地より2%高い23%に高めることで、標高5000メートルのタングラ峠通過時でも、標高約3000メートル並みに過ごせるようにしているという。寝台車には、酸素吸引設備が用意され、吸入チューブが無料で配布される。南伏せには、個人用液晶モニターが設置されている。食堂車の厨房は中国では、 一般的な石炭レンジではなく完全電化となっている。車内のトイレは真空吸引式。洋式便器と中国式便器が設置されている。身体障害者用も設置され、排水は環境保護の面から垂れ流し式ではなくタンク貯蔵式としている。紫外線カット機能を持つ窓ガラスや開きも装備される。客車は 中国南方記者車,車両工業集団講師、パワーコーポレーションオブカナダ、ボンバルディアトランスポーテーションの合弁会社チンタオ司法、ボンバルディア鉄路運輸設備有限講師により製造された。海抜5000メートルにおいて通常使用のままでは電源車の能力が平地での使用と比べ40%下がってしまうこと。一方で、 その高度での列車内電力需要が1 4 0 0ットあることから、その分、ディーゼルエンジンを大型化した特製の電源車を製作し、能力の低下を29.5%に止めた。その代わり重量が重み、電源車の重量は85.8トンにも及ぶ。製造鉄道の開通により、チベット産業の支柱である観光業が飛躍的に発展することが予測されており、 また、チベットと中国多省との物流が大きく改善することにより、チベットの産業開発全般にも寄与することが期待されている。軍用列車も運行され、軍事物資、人員を運搬する主要幹線としても使用されている。2014年8月16日、製造鉄道の支線が四月まで運行を開始した。最終的にその路線は、 ネパールとの国境、さらにカトマンズまで延伸される計画となっており、2018年6月21日に訪中したネパールの KP シャルマオリ首相は、この計画で中国と合意したことを中国国営紙などは報じた。2006年11月、NHK が外国メディアとして初めて製造鉄道を取材した。撮影クルーが、 生命発羅斎機の列車に同乗し、車窓風景や名所、沿線の人々などを追った。その模様は2007年1月2日21時から NHK 総合テレビの特番で、大道ベッド鉄道として放映された。後に DVD、大道ベッド鉄道世界の屋根2000キロをゆくとして発売。2006年12月28日、日本文化チャンネル桜において、 天空を引き裂く製造鉄道から奪われゆく、チベット隊が放送された。同年10月の生徒発ラサイキの列車を取材し、同化制作の手段であることなどが語られた。2007年2月、モーリー・ロバートソン等が、ティベトロニカプロジェクトの一環として、運行中の製造鉄道社内より、携帯電話とインターネット技術を組み合わせ、日本へ向けた、ネットラジオの生放送を行った。 2007年4月、NHKBS ハーイの関口智弘の中国鉄道大企業最長片道ルート36000キロメートルを行くでは、周辺の出発地がラサとなり、食堂車での朝食や、車内の乗客、な曲駅での途中下車の様子などが紹介された。BS2 での再放送のほか、同じ素材をもとに BS、BS1、BS2、 総合の、春編総集編や、春の旅決定版などでも紹介された。2007年12月8日 TBS で、放送の、世界、不思議発見。で、諸岡奈穂子が、大道チベット鉄道として、寝台車と食堂車での朝食、車内販売での弁当など、車中を紹介。また、分成講師を紹介した。鉄道の運行後、多くの車窓の見どころが、 一般に知られるようになった。車窓の見どころギャラリー。ありがとうございます。